過激な反捕鯨団体シーシェパードの妨害船が日本の調査捕鯨団に妨害行為を繰り返した上に衝突しました。怪我人などはいませんが、水産庁は強く抗議しています。オーバーカー西丸船尾に突っ込んできます。オーバーカー西丸サネン、西丸船尾サネンに変わります。水産庁によると、シーシェパードの妨害船ボブバーカー号による妨害は日本時間6日午前3時ごろから始まりました。バーカー号は調査捕鯨団の母船の日進丸に対し異常接近やレーザー照射などを繰り返しました。また妨害を始めてからおよそ8時間後の午後1時ごろに液体の入った瓶を投げようと急接近し、日本側の船と接触しました。ただし船体の損傷は軽微で、日本側の乗組員にけが人はいないとしています。度重なる妨害について水産庁は、我が国の船舶及び乗組員の生命財産を脅かす危険な行為で断じて許されないと強く抗議しています。